東京都西川清則選手、警視庁警察官、全日本剣道選手権大会優勝3回、本大会優勝2回です。第1試合を大阪府船津新選手、第2試合を徳島県近藤航選手、準々決勝を静岡県小山正弘選手を破っての準決勝進出であります。対しまする師匠、大阪府石田俊也選手、大阪府警警察官、全日本剣道選手権大会優勝2回、本大会優勝2回優勝者です。1回戦を大分県古田洋介選手、2回戦を茨城県高田国選手、準々決勝を千葉県石井松尾選手を破っての準決勝進出であります。準決勝第1試合を行います。石川選手の面が決まりました。石田選手の面が決まりました。この試合、大阪府、石田選手の勝ちが決定をいたしました。